大丈夫です。高い高い。マイク1本です。マイク1本、うん、これでこういう感じです。あ、持ちたい持ちたい、いやいや、いいです、持ちたいですか。いいです。入念な入念な。 UFO は一応全部入り、全部入り、はい、全部入りの。始まりますよ。1分前ですよ。上がってください。ベッカムさんと一緒に上がってきてもらえ、はい、エスコートしてきてください。エスコートしてもらって腕組んでエスコートしてもらって、おさわり禁止でお願いします。うちの可愛いガールだし。This is Radio Bird 82.5 FM Tutori Radio Bird Special Program Around the Tutori. Around the Tutori. Coming to you live from somewhere in Tutori to all over the world with Ustream and FM Radio. This is Radio Bird Special Program. Special Program Around the Tutori. Around the Tutori. Gainare Tutori. Home Game Radio. Home Game Radio.さあ、時刻は10時45分を回りました。皆さんおはようございます。ありがとうございます。いいお天気となりました。トリギンバードスタジアム、5月27日日曜日、 FM 鳥取レディオバードの高田恵子です。さあ、ここからの時間はレディオバードスペシャルプログラム、ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオオングリーンスクエアということで、レディオバードのスタジオを飛び出しまして、今日は鳥取市倉田のトリギンバードスタジアムバックスタンド裏スペースにありますトリギンバードスタジアムグリーンスクエア特設スタジオから、この後午後1時までの公開生放送をお届けしていきます。今日はこの後午後1時からガイナール鳥取のホームゲーム横浜 FC 戦キックオフまでの時間、バードスタジアム会場内にありますグリーンスクエア特設スタジオから、今こちらの会場へ向かってくださっている方へのパーキングインフォなどを始めまして、今日トリギンバードスタジアムに来場されている J リーグ特米 PR 部女子マネージャーの足立梨花さんとガイナマンとのトークショー、さらにジェイズゴールでおなじみスポーツライター石倉さん、それからガイナール鳥取強化部スタッフの北さん、さらにガイナール鳥取の選手の方も登場してのトークショーなどもお届けしていこうと思っておりますので、ぜひこちらのグリーンスクエアにお集まりいただきたいと思います。そしてさらにもう一つ、今日はですね、今節から始まりますジーズデリのスタジアムグルメグランプリに出場していただきます。各店舗からの自慢の一品の PR タイム、この後すぐ始まります。ガイナーレガールとともにお送りするコーナーなども盛りだくさんの内容でお届けしていきますので、ぜひぜひお車の中の方、それから現在お家で準備をされている方も、一刻も早くトリギンバードスタジアムまでお越しいただきまして、一緒に楽しんでいただきたいと思います。そして今現在会場内にいらっしゃる皆さんにも参加していただきます。この後行われますジーズデリスタジアムグルメグランプリに出場する各店舗からの自慢の一品、こちらをですね、皆さんにもちょこっと試食をしていただこうと思っておりますので、今バックスタンド裏端から端までいらっしゃる皆さん、ぜひセンターにお集まりいただきたいと思います。こちらでお待ちしておりますので、どしどし足を運んでいただきたいと思います。
さあ、そして今回のこの公開生放送もラジオだけではなくて映像でもお届けしております。ユーストリームの配信がスタートしておりますので、会場の熱気、それから盛り上がりなど音だけではなく映像でもお楽しみいただきたいと思います。もうすでに配信スタートしてますね。はい、では、こちらのアクセス方法をお伝えしたいと思います。まずユーストリームなんですが、 iPhone それから Android 携帯などのスマートフォンの方、それからパソコン、こちらからもアクセスができます。iPhone それから Android 携帯などのスマートフォンの方は Ustream のアプリをダウンロードして FM825 こちらを検索してください。そしてパソコンからアクセスという方は、検索サイトで FM825 レディオバンドのホームページ、こちらを検索していただきますと、そこから簡単に見ることができますので、こちらの映像もぜひお楽しみいただきたいと思います。また番組のリクエスト、それからメッセージもお待ちしております。メールの方は825@radiobird.net 825@radiobird.net、 ツイッターの方はハッシュタグ FM825、 こちらでつぶやいていただきたいと思います。ちなみに駐車場はまだ空きがあるということです。いきなりすみません、業務連絡が入りました。さあ、ということでこの後午後1時までのレディオバードスペシャルプログラム、ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオオングリーンスクエア、ラジオでそして映像で一緒にお楽しみください。レディオバードスペシャルプログラム、ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオ、Radio Bird Special Program, Gainaray Tatori, Home Game Radio, with Ustream and FM Radio. さあ、時刻は10時52分回っております。Radio Bird Special Program, Gainaray Tatori, Home Game Radio on Green Square ということで、ここからの時間は今節からスタートいたします。チーズデリーグルメグランプリ、こちらのお店の PR をここから怒涛のごとく13店舗連続でお届けしていきたいと思います。ちなみにこちらのですね、グリーンスクエア周辺にいらっしゃるお客様にはですね、今試食を配りしておりますので、ぜひこちらのグリーンスクエアの方にお集まりいただきまして、お店のお味、各お味をご試食していただきたいと思います。それでは1店舗目行ってみたいと思います。どうぞ。
こんにちは。レディオバードキの皆様、そして、ここトリギンバードスタジアムにお集まりの皆様、こんにちは。鳥下の名物男でありますドリンクショップバードベッカム田中でございます。ありがとうございます。長いさあ巻いて巻いて。さあそしてですね、今回、ドリンクショップバードさんはどんな商品をエントリーされてるんでしょうか。はい、ベッカム田中は皆様に愛され続けて48歳、先週は肘神社の祭りで張り切っておりました。商品はい、本日ですね、おつまみプレートをスタジアムグルメに、出品させていただきました。当店ドリンクショップバードというだけありまして、生ビールですとかジュース、そういったものを中心に売っております。そういった生ビールのおつまみであるですね、コンセプトで、選んでおります。まず生ビールといえばチキンナゲット、そして枝豆、そして今日皆さんに食べていただいているのはライスコロッケ。 OK?オッケー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 、はい、オッケー。ちょっとではご試食いただいている方にインタビューしてみたいと思います。山下アナ。はい、こちら山下です。お願いします。今ですね、ちょうどご試食をいただいているところなんですが、ちょっと感想をお伺いしてみたいと思います。はい、ドリンクショップバードさんは今日はライスコロッケを出していただいてます。そうですね。はい、美味しそうです。ライスコロッケいかがでしょう。サクサクっとしてて美味しいです。山下さん、ありがとうございます。ちょっと来まして、ご試食いただいてますので、どうでしょう。とっても美味しいです、はい、どんな風に美味しいですか。なんかね、ちょっともちっとした感じなんですけど、ちょっとサクッとしてていいです。おかしいでしょ。とても詳しいな、詳しいなんて詳しい、はい、詳しく教えていただきましたが、その他には先ほど試食を配った方がですね、いなくなっちゃった、見当たらなくなってしまったので。わかりました。ではピアロ、はい、お願いします、はい。おつまみプレートということで、ベッカムさん、はい、こっちに来てください。ナゲット、ライスコロッケ、枝豆、おつまみ、人気のトップ3を一つのプレートにしたスタジアムグルメグランプリに参戦ということになっております。子供から大人まで楽しめるということですので、ぜひこちらの方を楽しんでいただきたいと思います。ではベッカムさん、30秒 PR いってみよう。よーい、スタート。皆様に愛され続けて48歳、ベッカム田中、今日も、トリスタにやってまいりました。本日は、先ほどもご紹介がありましたおつまみプレート、こちらをですね引き下げて、グランプリ取ってやるぞという意気込みで頑張っております。生ビールを買うなら、ドリンクショップバードことぶき屋、おつまみプレートを買うならドリンクショップことぶき屋、そしてベッカム田中がいる、48歳田中がいるドリンクショップバードへようこそ。こんなんでどうでしょう。おー、ぴったり30秒、 OK。 はい、ということでドリンクショップバードのベッカム田中さんでした。ありがとうございました。素晴らしいね、30秒。でははるかちゃん、次の準備お願いします。はい、さあでは次のお店行ってみましょう。ようこそお越しくださいました。こんにちは。こんにちは。お店の名前を教えてください。ラーメン屋龍鳳です。よろしくお願いします。今日はどんな商品を出していただいてるんでしょうか。今日は、担々冷麺で、勝負していきたいと思っております。はい、ということで、試食隊がまた出ておりますが、はい、では山下アナお願いします。はい、こちら試食隊の山下です。今ですね、ちょうどご試食いただいているところなんですが、お味はどうでしょうか。あ、ピリッとしてて美味しいです。最高です。この時期にぴったりな感じですかね。ぴったりです。ありがとうございます、はい、続きまして、はい、もう一人ぐらいいきましょうか。あ、後ろにいらっしゃいました。はい、お願いします。食べられましたか。はい、はい、お味はいかがでしたでしょう。そうですね、ピリ辛味でこの季節に合う夏ぴったりの味だと思います。喉越しはいかがですか。最高ですね。ということです。ありがとうございます。はい、特製のごま味噌だれとピリ辛ミンチということで、結構美味しそうな担々麺ですね。はい、ありがとうございます。今回は、この辛さと豚の、うまさにを追求して、やっていきたいと思っております。はい、わかりました。それでは龍鳳さんにも行ってみていただきたいと思います。30秒 PR よーい、スタート。ラーメン屋龍鳳ではですね、今回、担々冷麺で、グルメグランプリを勝負していきたいと思っております。こちら、は豚ミンチのうまさピリ辛で、勝負し、ごま味噌のタレと、ぴったりと、担々冷麺で、いっております。今年も、昨年同様グルメグランプリナンバーワンを目指して、頑張っていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということでありがとうございました。龍鳳さんでした。さあ試食タイムもどんどんとはるかちゃんがお忙しになってますが頑張ってもらいましょう。それでは次のお店行ってみましょうか。ベルフルさんどうぞ。こんにちは。お店の名前教えてください。ワッフル専門店のベルフルです。よろしくお願いします。今日はどんな商品を出してくださってるんでしょうか。今日は牛すじチーズバーガーです。はい、そして試食隊の方に出していただいてるのはどんなもの。はい、ちっちゃいサイズで牛すじチーズバーガーを、はい、本体そのものを小さいサイズで持ってきていただきましたということで、山下アナ、はい、試食終わってますか。ですね、今ですねもう食べていただいたところなんですけど。わかりました、じゃあお願いします。お味の方はいかがでしたでしょう。美味しかったです。どんな感じでした。牛すじはどんな感じだったでしょう。中の牛すじはどんな感じだったでしょう。なんかね、ぐっと一本背筋が通ってよかったですよ。はい、しまった味がするということですね。はい、続きましてもう一人、今ちょうど大きなお口を開けて食べていただいてたりするんですがいかがでしょう。あ、美味しいですよ。今日今お腹空いてらっしゃいます、はいはい、そのお腹にどんな風に染みますか。どんな風にもうしっとりと、うん、これでガイナーレしっかりと応援できそうですね。はい、すみません、はい、ということになりますがもう一人いきます。はい、お願いします。はい、ちょっともう大きな一口を今食べてますというかちょっと大丈夫ですか。お味の方はいかがでしょう。ちょっと難しいみたいですね。もくもくとしておりますが牛すじが甘くてすごく美味しいです。牛すじが甘くてすごく美味しいでしたそうです。はい、はい、商品の特徴などありますか。牛すじバーガーは、おなじみのベルフルおなじみのバーガーなんですけど、はい、リクエストの多かったチーズを、はい、挟んでみました。はい、ということでではですねベルフルさんにも行ってみていただきたいと思います。30秒 PR よーいスタート。今回お出しする牛すじチーズバーガーはいつもオリジナルで出している牛すじバーガーにリクエストの多かったチーズを挟んでみました。昨日じっくり牛すじを煮込んでまいりましたのでぜひ召し上がってみてください。それからオリジナルのワッフル、それからチャーミーアイス、スイーツまで取り揃えておりますのでぜひお店の方に寄ってください。はい、ありがとうございました。皆さん30秒 PR うまいですね。はい、ベルベルさんでした。ありがとうございました。さあそれでははるかちゃんの名札が飛んでますが、ロイヤルコーヒーさんお願いします。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お店の名前をまずお願いします。はい、ロイヤルコーヒーと申します。今日はどんな商品を試食で出していただいてるんでしょうか。ガイナカツ丼というテーマで出しております。はい、ということはカツ丼が出てきてるわけですね。そうですね、カツ丼になります。はい、では試食隊どうですか。ちょっと配っているところでして。わかりました、じゃあちょっと待ちましょうか。はい、特徴はどんなところが特徴なんでしょうか。はい、この鶏はどんぐりをですね食べて育ったトトリコ豚という豚をカツにして揚げております。はい、どんぐりを食べて育った豚さんがいるんですね。そうですね、どんぐりで育った豚で作っております。はい、お味的にはどんな感じなんですかね。そうですね、柔らかくてその中でもちょっと歯ごたえがあるというかジューシーな豚になっております。はい、では山下アナお願いします。試食隊でございます。はい、僕どうですか、美味しいですか。はい、サクサクしてる。はい、はいと。じゃあこの後ろにですね、塚野社長いらっしゃいますので、あ、じゃあ塚野さんお願いしますので、もう一個行きましょうと。とんかつですね、これは。社長、誰が見てもわかります。塚野さん、お味の方はいかがでしょう。美味しい。美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。これでガイナーレも勝つという感じですかね。勝ちます、勝ちます。塚野さん、ありがとうございます。はい、2つ食べましたね。今食べます。わかりました。はい、ということで、では。お店の PR をお願いしたいと思います。30秒でいきましょう。よーいスタート。はい、米子から参りました。はい、ロイヤルコーヒーです。本日はどんぐりを食べて育った豚のトトリコ豚ですね、これを使用して
カツを乗せております。そしてですね、特製のタレを絡めて、あのおそばにはピリッと辛いカレー味のですねキャベツを添えて提供しております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございました。ロイヤルコーヒーさん、ガイナカツ丼ということで、あ、塚野さんもういなくなりましたねはい、はい、ということでロイヤルコーヒーさんです。ありがとうございました。さあではどんどんと行きましょうか。試食隊の方も進んでますね。はい、では行きましょう。リラックスカフェさんお願いします。こんにちは。こんにちは。お店の名前お願いします。はい、リラックスカフェと申します。はい、今日はどんなものを試食で出していただいてるんですか。普段クレープ、メロンパン移動販売の方でしてますんで、そのクレープを、モチーフにパフェ風に仕上げてまいりました。はい、ということででは試食隊お願いしたいと思います。クレープが出ますということで、はい、そうですね、はい、と言いながらですね、ちょっと今回クレープはどんなものが中に入ってるんですか。普段あの、まあ、生クリームたっぷり入ってますし、チョコもかけておりますし、プリンがありまして、パイナップル、みかんに、なんだっけ、バナナ、そしてポッキーを出して、ポッキー でその後にあのお客様のお好みで、フルーツソース、キウイ、ストロベリー、マンゴー、ブルーベリーというソースがありますので、それをトッピングしていただいて召し上がっていただくような格好にしております。はい、ということでじゃあのお客さんの好みに合わせて自分で味がちょっとチョイスできるという感じですか。そういうことです。はい、さあではちょっと試食隊の方を呼んでみたいと思います。山下アナ。はい、山下です。今ですね、ちょうどいただいてもらっているところなんですが、こちらいかがですか。酸味がちょっとあって美味しいです。じゃあ、甘いものはお好きですか。甘いものはお好きですか。好きです。そういった中で甘さは抑え、甘みもあるんですけども、酸味とちょっと甘みとのバランスが非常に良くて美味しいです。でエントリーがちょうどスイーツはね、リラックスカフェさんが一品あるんですけれども、じゃあもう一回いきましょうか。ちょっと待ちくださいね。はい、もう一人、今ご試食いただいて。フルーツたっぷりですか。お味はいかがですか。美味しいですね。今試食で出させてもらってるのはあのお好み、元気が出そうな味です。もうね、頑張りますね、まあ、横浜から来ましたけど横浜からいらっしゃって、はい、鳥取の味を満喫していただいて、はい、この他にも店たくさんありますんで、はい、今日はたくさん食べて帰ってくださいね。これはもう楽しみにしておきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、横浜から来ていただいた方にもご試食をいただきましたけど、フルーツのソースが選べるということで、その他にもフルーツがねたっぷり入ってますからね。あのたくさん盛りだくさん、これでもかというぐらいのスイーツをご用意しておりますんで、よろしくお願いします。はい、クレープだけではないということですが、ではリラックスカフェさんにも30秒 PR をお願いしたいと思います。いきますよ、よーいスタート。はい、こんにちは、松江の方から、島根県松江市の方からやってまいりました。普段は移動販売車で、クレープにメロンパンの方を販売しております。鳥取市ではこのジーズデリさんでしか、ご提供させてもらっておりませんので、ぜひこの機会にクレープ、メロンパン、あとは焼肉ドッグにホットドッグ、今回の、パフェの方もぜひ楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。5秒前。はい、ありがとうございました。リラックスカフェさんでした。さあクレープも美味しそうだったんですが、まだまだ試食隊が今ねちょっとねガイナーレガールがお忙しで試食を配ってもらってるので、ちょっと頑張ってもらいましょうか。さあでは次のお店行ってみたいと思います。お願いします。はい、ペペネーロイタリア館と申します。よろしくお願いします。今日はどんなものを試食で出してもらってるんでしょうか。鳥取ミートボールホカッチャという鳥取の、ミートボールを使ったピザサンドを出してます。フォカッチャっていうのがパンなんですよね。そうですね、ピザの生地になりますね。はい、はい、さあ試食隊が今ずっと試食を配らせていただいてるんですが、ペペネロさん、ミートボールそのまま乗ってるんです。そうですね、今回はサッカーボールに見立てたミートボールを本格的なデミグラスソースで煮込んでおりますので。はい、わかりました。あ、Jリーグ、あ、そうです。じゃあ山下ら試食台お願いします。はい、はい、今ですねそのサッカーボールに見立てたもの食べていただいてるんですけれども、お味いかがですか。今まで食べたことのない美味しさです。だそうです。はい、続きましてですね、そうですね、はい、はい、足立もしかしてそこにいらっしゃるのは、はい、J リーグ特命 PR 部マネージャーの、はい、足立梨花さん、こんにちは。後から登場していただきますが、
じゃあちょっと先取りでお願いします。ちょっとご試食をいただきまして、まずパクッと今一口で食べていただきましたが、お味はいかがでしょうか。なんか子供にも大人にも大好きな味だから懐かしい感じがして美味しいです。ありがとうございます、とっても上手です。ありがとうございますもうね、あのペペネロさんの顔がね、もうね、もうニコニコです。今溶けそうな顔されてますよね。はい、もう溶けそうな顔されてますさすがです、もうグルメリポーターですからね。はい、ありがとうございます。変わっていただきましたね。そうですね、はい、ありがとうございます。ではペペネロさん、30秒 PR 忘れてはいけません。いきましょうか、よーいスタート。はい、鳥取で33年目を迎えます、鳥取で一番古いイタリアンレストランのペペネーロイタリア館です、スタジアムには、人気の、スパゲティ、ボロネーゼ、カルボナーラやあとホカッチャというあのピザの生地に具を挟んだような珍しいものもご用意してありますので、ぜひこの機会に召し上がっていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ペペネーロさんでした。ちょっとラッキーでしたね。はい、そうですね、ありがとうございました。さあ、では7店舗目行ってみましょうか。鳥かねさん、お待たせいたしましたなんかでかいのが来ましたよ。こんにちは。こんにちは、鳥かねさんですが、今日はそう、一応そのね、しゃもじも持ってもらってね。はい、今日はどんなものを主食で出していただいてるんでしょうか。キーレンジャーもびっくり、カレー焼きそばでございます。カレー焼きそば、試食隊はもう出てるのかな。試食隊出てますか。出てますね。はい、ではちょっとカレー焼きそば特徴など教えていただけますか。あの鳥取カレー研究所というところからカレー粉を仕入れまして、それだけですカレー味の焼きそばなんです。カレー味の焼きそばっていうだけで特にこだわりはありませんもうこの自然体が素敵。はい、では主食隊呼んでみたいと思います。山下アナ。はい、そんな自然体の鳥かねさんのカレー焼きそばなんですが、お味はいかがでしょうか。とても美味しいです。ありがとうございます。カレーの味ってどの結構効いてますか。結構効いてますね。あのピリ辛な感じですか。はい、あの鳥取カレー研究所さんに感謝してますんで続きまして、ちょっと後ろの方も食べていただいてるんですけれども、はい、お味はいかがでしょうか。あ、めちゃうまいです。どんな風に、めちゃというのは。いやー、もうビールが飲みたいぐらい。ビールが飲みたくなる味という風におっしゃってますね。お気遣いありがとうございますはい、ありがとうございました。そうか、そうですよね、ビールも売られてるんですね、鳥かねさん。みんなお酒の味、お酒に合わせて作ってありますんで。なるほど。さあ、ということで、では鳥かねさんも30秒 PR をお願いしたいと思います。10秒でいい。まあまあまあ30秒大丈夫、大丈夫、いけると思います、はい、では行きましょう。30秒 PR よーいスタート。鳥取末広温泉町で、今年で50周年を迎えます母ちゃん公認の店鳥かねです。今お店の方はちょっと傾きかけてますんで、あの今日あのご来場の皆さん、ぜひ一度鳥かねにお越しください。絶対美味しいと思いますよろしくお願いします。はい、ありがとうございました、とっても自然体な鳥かねさんでした。ありがとうございました。あ、もらいましょう。はい、さあ、では続きましてどんどん行きましょうか。三公園さん、こんにちは。こんにちは。お店の名前お願いします。梨一筋100年三公園と申します。よろしくお願いします。こちらこそどうも。さあ、今日はですね、試食隊にはどんなものを出していただいてるんですか。私が作った梨が入った梨コロッケです。梨コロッケ、はい。ちなみに、では試食隊にちょっと呼びかけてみたいと思います。山下アナ。こちらです、山下です。ですね、今ちょうど食べようとしているところなんですが、どうぞどうぞ。はい、はい、一口サイズで一口パクッと言っていただきましたが、鳥取名産の熱い、あ、揚げたてですか。そうです。あ、熱いですとおっしゃってますが、お味の方はいかがでしょう。まだもぐもぐされてますね。もぐ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 。梨の風味がするのかどうか合わせてコメントお願いします。はい、梨コロッケなんですけれど、梨とですね、長芋と鳥取の、鶏のミンチ、
鳥取県産のものばっかり入っております。といったものが入ってるんですが、お味はいかがでしょう。鼻からなんとなく匂いが抜けるんですけど、はい、なんだろう、じゃがいもの食感が残っててすごい美味しいです。じゃがいもじゃないし、長芋です。長芋、長芋。食感が違いますか。うん、なんとなくシャリッとしたような。なるほど。シャリシャリ感はやっぱり長芋ですか。はい、いや、それは梨が入っておりますので。あ、はい、梨と長芋の。はい、そうです。はい、では続きまして、もう一方ぐらいいきましょうか。今食べていただきましたかね。お味の方いかがだったでしょう。あ、初めて食べたんですけど、はい、微妙に甘みがあって美味しいです。ほのかな甘みが美味しいそうです。ありがとうございました。はい、はい、ということでこちらいただきましょう。長芋と梨、ということで、やっぱりこう食感も違うんですね。そうですね、私は梨作りですので、梨を生かすためにじゃがいもよりも長芋の方が合うということで、鳥取産の長芋が入っております。はい、わかりました。では30秒 PR 参考園さんにもお願いしたいと思います。よーい、スタート。私は鳥取砂丘の近くで、観光農園をやっております。梨一筋100年参考園と申します。今日は20世紀梨カレーとか20世紀梨ジェラード、私が作った梨がたくさん入っておりますので、参考園のブースまでお越しください。お待ちしております。はい、ありがとうございました。参考園さんでした。梨コロッケということでありがとうございました。さあ、では続けていきましょうか。鳥取コーヒーさん、ようこそいらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お店の名前を。コーヒー専門店鳥取コーヒーです。今日は試食台にはどんなものを出していただいてるんでしょうか。はい、鳥取風味パエリアです。パエリア、はい。そして今試食台がちょっともぐもぐしてるので、その間にこちらでお話をお伺いしましょうか。どんなものが入ってるんですか。そうですね、鳥取の魚介エビイカを使った、パエリアで、カレー風味になっております。カレー風味なんですね。ピリ辛な感じなんですか。そうですね、鳥取といえばカレーなので、カレーとさらにバジルが効いて美味しい感じになってます。それはちょっと美味しそうですね。試食台いけそうですか、山下アナ。はい、今ですね、そのパエリアを食べていただいているところなんですが、お味の方いかがでしょうか。トマトとか入って美味しいですね。ありがとうございます。野菜の味が楽しめる感じ で、ね、上に実はエビが乗ってるんですけれども、エビをちょっと今食べていただいて、そのエビはしっかりと味がついてるような感じですか。濃厚です。濃厚です。ご飯との相性もいい感じですかね。はい、隠し味でコーヒーが入ってます。はい、隠し味コーヒーなんです。そうなんです。続いて今パエリア、パエリア、はい、流しましたね。隠し味コーヒーですよ。隠し味にコーヒーが入っているというパエリアなんですけれども、今日横浜からいらっしゃったんですね。どうでしょう、お味の方。サフランが効いててすごい美味しいです。サフランが、サフランとコーヒーがマッチしてるようですね。そうですね。どうも。はい、で、じゃあグーも食べていただいてるんですけれども、今エビを食べていただきましたが、いかがですか。エビすごいプリプリです。エビプリプリですということです。はい、かなりじゃあ具沢山のパエリアなんですね。そうですね、具沢山ですね。はい、わかりました。では、鳥取コーヒーさんにも30秒 PR をお願いしたいと思います。いきますよ、はい、準備はいいでしょうか。よーい、スタート。はい、本日は、当店で人気のドライカレーをアレンジしました、鳥取風パエリアで、今回グルメグランプリ勝負いたします。隠し味にコーヒーを使っておりまして、風味はカレーとなっておりますので、鳥取カレーということで、パエリアをどうぞ、お楽しみください。はい、ありがとうございました。鳥取コーヒーさんでした。シェイクもしてます。シェイクもしてます。はい、ありがとうございます。さあ、ではどんどん行きましょうか。続きましてはあぶりかまぼこさん、どうぞ。それです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。お店の名前お願いします。琴浦町のあぶりかまぼこと申します。お世話になります。よろしくお願いします。今日は試食隊にはどんなものを出していただいてるんでしょうか。今日はですね、あごかつ焼きそばということでですね、本舗初登場のあごかつ焼きそばをお持ちしました。
アゴカツが焼きそばに入ってるんですか？そうですね、焼きそばの中にはですね、アゴ天でこう出汁を取って肉の代わりにこうアゴ天を入れて、でその上にはですね、アゴカツを乗せてます。はい、主食隊準備はよろしいですか？ OK ですよ。はい、では山下のレア所長、マイク使って喋ってください。ごめんなさい、イベント感覚で言ってしまいました。はい、ですね、焼きそばを食べた僕にちょっと聞いてみたいと思います。どうでしたか？なんか上の魚がとなんかパリパリしてて美味しかったです。ありがとう。おお、上の魚がアゴカツがですねパリパリして美味しかったというふうにおっしゃっておりますが、グルメコメント上手ですな。はい、そうですね。はい、続きまして、ではまず食べていただきまして、そのパリパリとしたアゴカツなんですがいかがですか？もうサクサクしてすごい食感です。食感がやはりそうですね。あ、じゃあ焼きそばとの相性どうなんですか？今ちょっとでは焼きそばを食べていただきますね。焼きそばはいかがですか？そばも味が濃くてちょうどマッチしてます。ちょうどマッチしているとおっしゃっております。サンキューベリーマッチですね。サンキューベリーマッチ。じゃあ結構ちょっと濃いめの味付けになってるんですか？そうですね、ちょっとどうしてもアゴカツが淡白なので少し濃いめにしてます。はい、はい、ちょうどバランスがいい感じということで、ではですね、あぶいかまぼこさんにも30秒 PR をお願いしたいと思います。いきますよ、よーいスタート。ですね、今、大人気のアゴカツをですね、焼きそばのトッピングにさせてもらいました。焼きそばも、麺もですね、とってもこだわった麺にしておりますし、アゴカツを食べるとですね、アゴが落ちるほど美味しいという、そういったですね、アゴカツでございますので、どんどん食べていただきたいと思います。本当にですね、アゴカツと、焼きそばが、本当にマッチしております。サンキューベリーマッチちくわでございます。ありがとうございました。はい、あぶいかまぼこさんでした。では皆さんにはアゴカツ食べてアゴ落としていただきたいと思います。ありがとうございました。さあ、では続きましてはおにぎり専門店主食屋さんです。はい、失礼いたしました。はい、こんにちは。こんにちは。お店の名前を教えてください。おにぎり専門店主食屋と申します。はい、よろしくお願いします。ちょっと前出ましょうか。今日はどんなものを試食で出してもらってるんですか？今回は、当店自慢のバジルチキンを、ドッグパンに挟んで提供しております。はい、ということで試食隊はどんな感じですか？いけますか？はい、では山下さんお願いします。はい、今ですねちょうど食べていただいたところなんですが、このチキン、バジルチキンということなんですけど、お味はいかがでしょうか？はい、バジルが効いてとっても美味しいですよ。深い味がしますね。深い味が。今ですねインタビューを聞いていて、お口からバジルの匂いがとってもしてくるんですよ。なるほど。はい、風味がとってもいいですね。いいですね。あ、ビールが進みます。ビールが進むそうです。はい、ということはじゃあビールのお供にですね、お隣もビールありますんで。わかりました。もう一人ぐらいいけそうですか？もう一人行きたいところなんですが、今食べた方がです、ね、行方不明になって行方不明になってしまった。そうなんです。はい、ではちょっと、こちらでお預かりしてバジルチキンドッグのポイントなどを教えていただけますか？当店自慢のバジルチキンは、贅沢にバジルを使いまして、隠し味にジャークチキンソースというのを使っておりますので、少しスパイシーな感じにもなっておりますので、ぜひ食べてみてください。はい、わかりました。ではちょっと山下アナが今路頭に迷っている感じになってますので、そのまま30秒 PR 行ってみたいと思います。では30秒 PR 用意スタート。今回のバジルチキンドッグ、今回だけの販売になりますので、ぜひこの機会にご賞味くださいませ。バジルチキンといえばガイナーレグイーンですので、今日の勝利を、願いまして、ぜひバジルチキンドッグをご賞味ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。期間限定なんですね。そうですね、今回とその次ですね。はい、はい、ということでこのグルメグランプリでしか食べられないということでですね、皆さんぜひ一度ご試食いただきたいと思います。ありがとうございました。さあ、では続きましてどんどん行きましょう。大仙寺ビールさん、こんにちは。こんにちは。お店の名前をお願いします。はい、大仙寺ビールです。はい、今回は試食隊にはどんなものを出してもらってるんでしょうか？今回はですね、ちょっと去年賞をいただいたバイゼンという地ビールを持ってきました。もしかして、もしかする、あの世界一のやつですか？そうです。はい、はい、では今回はですね、ちょっとあの地ビールということで18歳以上の方にご試食をお願いしたいと思いますので、はい、
20歳以上の方に、失礼しました、20歳以上の方にご試飲をお願いしたいと思います。はい、はい、ではあの山下です。あ、もう飲まれてます。20歳以上のですね方がもう我慢ができないと息飲みされてしまいましたけれども、お味いかがでしょう。うまい、うまい、ありがとうございます。はい、その焙煎ですが、続きまして、はい、どんどん飲んでいただいております。お味いかがでしょうか。最高です、最高です。なんか心なしか皆さんテンション上がってますよね。ありがとうございます。そしてもう一人行きましょう。あ、世界一です、世界一です、ありがとうございます。よいしょの声が入っておりますが、あのちなみにこのビールの特徴なんかあるんですか。そうですね、苦味が普通のビールに比べて少なくて、あとちょっとバナナ臭というかフルーティーな香りがするビールなので、アルコールは 5% あるんですけど、そのアルコールをあんまり感じないビールだと思います。はい、仕事がなかったら飲んでみたい。さあ、ということで、ではですね、30秒 PR をお願いしたいと思います。では、よーい、スタート。はい、これから暑くなってビールが美味しくなってきた来る、時期だと思うので、皆さんぜひ飲んでください。大山でお待ちしております。はい、ありがとうございました。大山 G ビールさんでした。どうもありがとうございました。さあ、では13店舗目、お待たせいたしました。かなり待っていただいた感じも漂っておりますが、はい、どうぞ。大山ハムさんです、こんにちは。お店の名前を改めてお願いします。大山ハムです。はい、今回は試食隊にはどんなものを出していただいてるんでしょうか。今回のですね、グルメの大山照り焼きチキンと厚切りベーコンのこちらのセットを試食で出しております。ちなみにじゃあ今回は照り焼きチキンさんとベーコンさんが小さいサイズになって、あ、小さくないじゃないですか。小さいですよ。本当ですか。あ、では山下アナお願いします。あー、これうまいって周りからちょっとお声が上がってますけれども、ちょっとあの一番大きな感謝をあげた方から、はい、どうぞ。美味しかったです。ジューシーで大変うまいです。だんだんです。ありがとうございます。だんだんです。そして肉厚、肉厚でうまいです。そうなんですよ、あのご試食のもうなんですけど、かなりのサイズですね、やはり、はい、大きなサイズ で、ね、皆さんバクバクと食べていらっしゃって、この時間ですのでね、お腹が空いてきてると思うんですけれども、その他にどなたか食べられてるかな。ほら、ちょっと食べてみてください。あ、ちょっと食べていいですか。はい、あ、ちょっと見てください。はい、そうですか。じゃあちょっと今食べてる間に、今回のこの厚切りベーコンと照り焼きチキンなんですが、特徴などあるんですか。特徴ですね、照り焼きチキンの方はまあ、あの特製のタレに漬け込みまして、こちらであのグリル焼いております。でベーコンの方は厚切りですね、通常の、一般的なベーコンと違いまして、手で、香辛料を豚バラにすり込んだ、そんな形のベーコンですので非常に美味しいと、ジューシーだということです。はい、山下アナいけますか。はい、今中学生の男の子に食べていただきましたが、はい、お口いっぱいに頬張っておりますが、どうですか。美味しいです。今、鶏肉食べたのかな。鶏肉何、ちょっとよくわかんないですけど、なんか肉厚がすごい多分肉、鶏肉だと思われます。そして、わかりました。ベーコン、ベーコンだったかな、はい、ベーコンどうでした。美味しかったです。美味しかったです。そしてその横でですね、お父さんがビールを飲みながらご試食を食べていただいてますけれども、はい、お味いかがでしたでしょう。ビールと一番、もうこれで OK です。なんぼでもいける、なんぼでもいける、なんぼでもいける、これで OK だそうです。はい、OK だそうです。ありがとうございます。はい、では大山ハムさんも行ってみたいと思います。30秒 PR 準備はよろしいでしょうか。よーい、スタート。大山ハムです。今回はですね、去年に引き続きまして新メニューということで、照り焼きチキンと厚切りベーコンを提供しております。去年は第2位でしたので、今年は1位を優勝を目指してですね、頑張りたいと思います。で、大山地ビールさんの隣やっておりますので、ビールと一緒に合わせて召し上がってください。よろしくお願いします。はい、もう協力タッグですね。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。さあ、ということでスタジアムグルメグランプリ、13店舗すべてをご紹介させていただいたわけなんですが、こちらなんですが、投票用紙というものを各お店でお渡しをしております。あとですね、こちらの方の、ご記入をいただきますと、はい、ちょっとじゃあユーストリームをご覧の方には、はい、映像を見ていただきましょう。こちらの投票商品番号というところに、グルメグランプリ気に入ったグルメの
番号を書いていただきまして、紙に記載されております住所、お名前、それから電話番号、こちらにご記入の上投函をお願いしたいと思います。でその際になんですが、下の方にアンケート用紙も一緒にくっついておりますので、こちらのアンケートもぜひとも皆さんにはご協力をよろしくお願いしたいと思います。ちなみにこちらのスタジアムグルメグランプリなんですが、今節と次の6月9日の試合、こちらの2つの試合で投票を受付行っておりますので、ぜひ皆さんにはたくさんの方にご参加いただきたいと思います。その前にはぜひスタジアムグルメグランプリ、こちらの方のチーズデリの方で、たくさん美味しいものを召し上がっていただいて投票をお願いしたいと思います。投票場所なんですが、再入場口の両サイドにあります、バックスタンド裏の両サイドにあります再入場口のところに投票箱を置いておりますので、こちらに入れていただきたいと思います。さあということで、スタジアムグルメグランプリの PR タイム、怒涛のごとく13店舗をお届けしました。Radio Bird Special Program Gainare Tottori Home Game Radio。
Radio Bird Special Program. Special Program. Gatorade Tatori. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio. 時刻は11時32分30秒へと向かっています。レディオバードスペシャルプログラム、ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオオングリーンスクエアということで、レディオバードを飛び出しまして鳥取市倉田トリギンバードスタジアムバックスタンド裏スペースグリーンスクエアにあります特設スタジオから公開生放送午後1時までお届けしております。さあそれではここでですね、パーキングインフォメーションをお伝えしたいと思います。現在ですね、倉田の駐車場こちらが3割程度、そして日立金属が5割、グッドヒル2割ということで、ちょっと駐車場混雑してきておりますので、今からこちらにお迎えの方は鳥取駅周辺にあります11カ所の提携駐車場、こちらにお車を止めていただきまして、鳥取駅南口初のシャトルバスで鳥銀バードスタジアムまでお越しいただきたいと思います。現在の鳥銀バードスタジアム周辺の臨時駐車場なんですが、倉田が3割、日立金属の駐車場が5割、そしてグッドヒルが2割ということになっておりますので、今駅周辺にいらっしゃいます方は鳥取駅周辺にあります11カ所の提携駐車場、こちらにお車止めていただきまして、鳥取駅南口初のシャトルバスご利用いただきまして、鳥銀バードスタジアムまでお越しいただきたいと思います。さあそれでは、なんだか人が増えている、お待たせいたしました、この方々を呼び込みたいと思います。ガイナマンと足立梨花さんです。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、足立梨花さん登場していただきましたが、ここでちょっと皆さんに一つ先にお願いがあります。お写真をちょっとできるだけ控えていただきたいと思います。お写真撮られるのはちょっと控えてください、よろしくお願いいたします。さあということで、はい、ガイナマンと一緒に登場していただきましたが、はい、ガイナマンがかっこよく隣に座ってます、かっこよく座ってますね、はい、なんかあの縮尺が皆さんおかしく感じませんか、画像欄になってる方ちょっと若干なんか遠近法がおかしいぞみたいな感じがあるかと思いますが、私と多分足立さんが一番リアルな遠近法だと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。さあ、はい、足立さん、はい、昨日鳥取に来られてたんですよね、はい、昨日、一昨日です、うん、あ、一昨日に来られたんですね、金曜日に来ました。はい、昨日は何でもガイナマンと一緒にいろいろ PR で回られていたということで、はい、あ、そうですね、テレビにも出させていただいて、ガイナマンも今回のこのトークショーやるよっていうのをいろんなところに PR してありがとうございますちなみに昨日一日ガイナマンと一緒にいて、はい、どうでした、ガイナマンは。でもちょっとしか一緒にいれなかったんですけど、うんうん、いやその時もかっこよかったですよ、イケメン爽やかで、イケメン爽やかで、ありがとうございます、はい、ガイナマンが小さくガッツポーズが足立さんは、J リーグの、はい、匿名 PR 部女子マネージャー、はい、そうなんです、ということなんですが、改めてどういうお仕事をされてるのかちょっと教えていただけますか。そうですね、サッカーを生でスタジアムで観戦したことがない人にでも、いや、スタジアムに行きたいなって思ってもらえるように PR することと、あとは、まあ、昨日おとといみたいに試合の前の日からこのテレビとかにラジオとかに出させていただいて、あの試合があるのでぜひ皆さんスタジアムに来てくださいという PR 活動をするのが私の役目です。はい、主に J リーグの本当にじゃあもう PR でずっと各チームを回っていくということで、ちなみに鳥取は2回目、2回目です。どうですか鳥取は。ですね、一番観光してる街なんですけどそう、試合の前とかにも、うんうん、試合前日とかに結構いろんなところに回れて、うん、本当楽しいなというか。ちなみにどんなとこ行かれました？そうですね、去年とかだと北郎ロードに行ったり、はい、あとコナンのところに行ったりしましたね。じゃあ本当に主要観光地は巡ってるっていう感じですね。巡りました昨日わざわざ大山のソフトクリームを食べたいがために工場行ってきましたもうしっかり鳥取堪能しながらめちゃくちゃ堪能してきましたねそしてガイナーレもしっかり応援していただくと。はい、なるほど、もうなんかもう正しい楽しみ方ですよね。いや本当にこれが一番サッカー観戦の楽しみ方だなと思ってこれをもっともっとみんなに広めていきたいなと思いました。そうですよね、はい、まあ、ホームのねスタジアムの方たちはもちろんなんですけど、まあすね、アウェーから来てくださった方はね。そうなんですよ、だから私がブログとかで紹介していくことによって、うんうん、あ、ここの
ここのチームに行くときはこれを見ればいいんだとかって、うん、アウェーの方たちが分かってくれたらいいなと思って。それはでもそうですよね、はい、ということで今日たくさんいらっしゃると思いますが、横浜 FC サポーターの皆さん、はい、会場前にいらっしゃいますか。わーいらっしゃいますか。あまり元気がないようで、後ろの方で、後ろの方で、あ、手が上がってる。はい、ぜひ足立さんのブログなどを参照にしながら、そうです、はい、砂丘とかも行ってみてください。よろしくお願いします。楽しかったですよ。ありがとうございます。観光 PR までしていただいておりますが、ちなみに足立さん的にこう鳥取に来て楽しみにしていることって何かあるんですか。鳥取に来て楽しみにしていることはやっぱスタジアムでですか。うんうん、それもいいですし、スタジアムではやっぱりグルメ。うん、今日はスタジアムグルメ。さっき ね試食をしていただきましたから。そうなんですよ、試食とかしたんですけど、やっぱグルメを基本的に楽しみにしてスタジアムには来ます。うん、各やっぱりこうスタジアムごとに特色みたいなのはあると思うんですけど、そうですね、やっぱその地域、うん、地域の特産品的なグルメがやっぱスタジアムには置いてあるので、うん、そういうところでそこでしか食べれないから、そう、今のうちに食べとかないとな。そりゃそうですよね。思いますね。うん、ということでぜひスタジアムグルメグラフ先ほど試食もしていただきましたが、 そのあたりもね一緒に。すごい美味しかったんで。本当ですか。うん、じゃあ合わせて楽しんでいただきたいですね。そうですね、はい、ちなみに今日はこの後のスケジュールは足立さんはどうなってるんですか。はい、私はですね、多分ここら辺うろちょろしてバックスタンドあたり、グルメあたりをまだちゃんと堪能しきれてないので、グルメを、なるほど、もうちょっと食べたいなっていう感じがしますね。ちなみにガッツリ系のグルメに行きたいですか、はい、それともスイーツ系行きたいですか。いや、スイーツ系はやっぱ女の子として気になるなって。すいませんよね、はい、うん、でもさっきミートボールも食べましたし、梨コロッケっていうのがいっぱい気になってたんですよ。うんうん、でさっき食べたんですけど美味しかったです。あ、本当ですか。ということで、はい、おすすめも出てますので、ぜひ皆さんも、楽しんでいただきたいと思いますが、はい、スタジアム内ではこの後は足立さん登場する機会はあるんですか。内では、あれ、私何があるんだろう。ガイナマンがなんか今一生懸命ガイナマンなんだと思う。うんうん、言うとりますが、そうだそうだ、試合前に挨拶がある今業務連絡入りました。業務連絡入りましたねそう、もうなんかグルメとかを楽しみにしすぎて他の仕事を完全に忘れてましたね今。でもね、そのあたりもね、一つやっぱりこう、はい、足立さんにまず楽しんでもらうことがね基本ですからね。いや、もうでもね裏側の人からしたら覚えとけよみたいな感じでしょうけどいやいや、大丈夫です、大丈夫です。ちょっと挨拶します、ピッチで。ピッチで挨拶があります、はい、ということで、こちらの方もねぜひ皆さんには楽しんでいただきたいと思いますが、はい、今しばらく足立さんこのバックスタンドの方をうろうろされてるということですので、はい、ぜひその際にはお声をかけていただいて。はい、ぜひかけてください。はい、ということで、はい、しかもちょっとねこう顔の大きさが全然違うので、ここ遠近法横に並んでるんですよ。いやいやいやそんなことないです。はい、ということで、では足立さん、はい、最後になりますが、はい、お集まりの皆さん、そしてラジオの前の皆さんにメッセージをお願い、はい、あ、質問いきますか。じゃあちょっと行ってみましょうか。ちょっとじゃあ足立さんに質問のある方。はい、いないまさかのいない今ものすごい振りがすごい。ガイナマンに質問がある方。え、ガイナマンに質問があるよ。なんかスタッフからいろんな指示が飛んでますが、ガイナマンに質問がある方はいらっしゃいますか。テレ屋さんが多いですね。そうなんですよ、恥ずかしがり屋さんがね。あ、おお、来た来た来た、男の子。ガイナマンに質問があるそうです。ガイナマンに質問してください。お名前、お名前。何喋らないんですかガイナマン、ガイナマン、どうする、違う、ガイナマンはね、ガイナ星から来てるからまだね、ちょっと日本語が あまりわからない感じ で聞き取れはするけど喋れない。英語みたいな感じですね。そう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 、ヒアリングはできるんだけど喋れない。喋、ね、ろうとするとやっぱ結構大変なんですよ。あ、文法が難しいってね。もう話聞いてない笑ってますけれども、はい、もうね、聞いて終わりみたいなところ、はい、続きまして、はい、他にお二人にご質問がある方、足立さんにでもいいですよ。はい、何でもいいですよ、手挙げてください。じゃあ足立さん、私から、はい、なんでそんなに顔がちっちゃいんですか。いや多分それ気のせいですよ。いや、本当ですか。気のせい気のせい。あと、この顔周りにこのね前髪を持ってくると細く見えるっていう。え、それはもしかして。いや、そんなこともないと思う。いやいやいや、本当そうです。ここなんかこう、お肌のケアとかで気をつけてることとかあるんですか。あー、そのメイク道具は結構
自然なものを使うようにしたりとか、あとはたまにですけどパックもします。あ、なるほどね、はい、でもこうね、日焼けをした時はね。そうですね、日焼けした時はやっぱり。でもそうですね、外に出られる機会が結構多いんで。いや本当、この女子マネージャーやるようになって、スタジアムに行くようになって、ちょっとこのね、ユニフォーム焼けとかをしちゃうんで気をつけてはいます。そうですよね、それが一番気になりますよね、はい、それやけね。はい、では質問ちょっとお願いします。そうです、はい、アナチに質問します、はい、今日の試合の見どころを教えてください。わお、今日の試合の見どころですね、今回横浜 FC からはカズさんが来ているので、カズさんとこの鳥取には野人岡野選手がいるんで、そのベテラン対決が楽しみなんじゃないかなって思います。そこ注目してみて、そこ注目してみたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、ね、そうですよね、あの、まあ、三浦選手それから岡野選手の対戦も非常に楽しみなところなんですが、です、ね、足立さん今日はあれですね、ガイナーレを応援に来てくれたんですね。そうですね、ユニフォーム着てますね。そうですよね。今日は足立さんはすいません、あの横浜 SC の方、あのガイナーレの応援をしていただくことになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ホームチームにはやっぱ勝ってほしいですから。そうですよね、はい、はい、ということで、では本当に最後になりますが、はい、ラジオ聴きの皆さん、そして今お集まりの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。ですね、スタジアムに見る、スタジアムで見る皆さんはちょっと熱射病とかそういうのには、うん、そうそう、熱中症とかには気をつけて、でも選手の方たちを熱く応援してほしいなと思います。ラジオを聴いてる方はですね、スタジアムには来れないけど、でもこのガイナーレ鳥取の勝利を信じて、うん、遠くからでもいいので応援してほしいなと思います。はい、わかりました。さあ、ということで今回は J リーグ特命 PR 部女子マネージャーの足立梨香さん、そしてガイナマンに登場していただきました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。マイクにぶつかってる、大丈夫。じゃあ、あの、ガイナマン、足立さんをエスコンの人としてあげてください。ガイナレイトトーリーホームゲームラディオ。
Radio Bird Special Program. Special Program. Gatorade to Tori. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.レディオバードスペシャルプログラムガイナール鳥取ホームゲームレディオオングリーンスクエアということで、今日はトリギンバードスタジアムバックスタンド裏スペースにありますグリーンスクエア特設スタジオから午後1時までの公開生放送をお届けしております。それではここで現在お車でこちらへ向かっていらっしゃる方へのパーキングインフォメーションをお伝えしたいと思います。現在ですね、倉田が3割、そしてトリギンバードスタジアムの周辺臨時駐車場なんですが、倉田が3割、グッドヒルが2割、そして日立が5割ということになっておりましたので、現在こちらへ向かっていらっしゃいます方は鳥取駅前にあります11カ所の定型駐車場、こちらをご利用いただきまして、鳥取駅南口発のシャトルバスに乗ってこちらまでお越しいただきたいと思います。もう一度お伝えします。こちらの方までは鳥取駅周辺にいらっしゃる方は鳥取駅周辺にあります11カ所の定型駐車場、こちらをご利用いただきまして、鳥取駅南口発のトリギンバードスタジアム行きのシャトルバスをご利用になってこちらまでお越しいただきたいと思います。さあ、そして今回ここからの時間はですね、特設スタジオの方に鳥取市の広賀さん、そして原さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。毎度よろしくお願いします。はい、ではまずは広岡さんから、今回鳥取市さんはどんなことを会場内で PR されてるんでしょうか。はい、6月の9、10と、鳥取でですね、近畿中国四国の B1 グランプリというものが開催されますんで、はい、皆さんぜひ、これを機会にですね、B1 グランプリにいろんなものを食べていただいて、富士宮焼きそばとかですね、有名な店も入ってますんで、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。はい、全国各地の B 級グルメが勢ぞろいということになっておりますね。そうですね。はい、そして、こちらの方なんですが、チケットを購入しておかないといけないんですよね。そうですね、当日券も売っておるんですけれども、ちょっと3カ所ということで、大変混み合いますんで、前売り券を買っていただければと思います。はい、今回は近畿、中国、四国および富士宮市と浪江町合わせて17団体出店ということになっております。日にちがもう一度お願いします。6月9の土曜日と10の日曜日です、うん、はい、2日間ということになっておりますので、ぜひ皆さん一度こちらにも遊びに来ていただきたいと思います。ちなみに今はこちらのチケットはどこで買うことができるんですか。今協賛店というかですね、取扱店はこのパンフレット、1枚もののパンフレットに裏面にこうずらっと載ってますんで、はい、こちらの方でお求めいただければと思います。はい、わかりました。お早めにね、ぜひこちらの先に前売りチケット買っていただくと、そのままね、当日はそうですね、すんなりと店舗の方にね、はい、行っていただくことができますので、ぜひこちらの前売りチケットを皆さんにはご購入いただきたいと思います。そして原さん、はい、こんにちは。あ、こんにちは。今回はどんなものを鳥取市のブースさんでは売られてるんですか。はい、まず鳥取の特産品の前にですね、今のちょっと B1 グランプリの前売りチケット、本日鳥取市のこの特設ブースでも販売しておりますので、なるほど、はい、今日来られている方はお買い求めいただけますので、うん、はい、はい、それとあと、鳥取のまあ特産品といえば、うん、らっきょうと梨でございまして、はい、らっきょうはこの5月の26日から28日にかけて、うん、県内の各 JA さんですね、はい、で、販売が始まりますので、いよいよらっきょうのシーズンが始まったということで、本当ですね、ブースにも、はい、甘酢らっきょう、ピリ辛らっきょう、黒酢らっきょう置いておりますので、またお求めください。はい、それともう一つ、はい、鳥取といえば20世紀梨でございますが、はい、本日ここにあります20世紀梨カレー、はい、これは梨の天然梨果汁がですね 50% 以上入った、本当に鳥取産の、梨のエキスの入ったカレーでございます。本日こちらの三幸園さんという方のところでですね、実際に皆さん食べていただくこともできますし、うん、我々の鳥取市のブースでレトルトカレーとして販売もさせてもらっておりますので、ぜひお求めください。はい、それと同じく梨でですね、今日は暑いのでちょっと梨をゼリーと言いまして、うん、梨ゼリーですけども、ちょっと冷やしたゼリーもですねお持ちしておりますので、こちらもぜひお求めください。以上でございます。はい、もうどんどん気温が上がってますからね、冷たい梨ゼリーもね、ちょっと食べたくなる季節かもしれませんので、皆さんぜひ鳥取市のブースの方にも足を運んでいただきたいと思いますが、もう一度この B1 グランプリの方が6月9日10日ということで、今日はその、前売りチケットの方を鳥取市のブースさんで
はい、あの販売が行われてますということですので、こちらあのぜひ前売り券をゲットしていただいて、こちらのチケット持っておいていただくと、9日10日の日にはそのままお店の方に行っていただく、行っていただくことができますのでね、こちらの方をよろしくお願いします。あの当日はやっぱりかなり混雑が予想されますよね、はい、そうですね、かなりの混雑が予想されますので、うん、できればあの今日ですね買っていただいて、そうですね、当日はゆっくりと食べていただくというのがよろしいかと思います。はい、わかりました。まあ、当日券は発売されますが、ぜひとも前売りチケットを今日ね、この会場でも売られてますのでゲットしていただきたいと思います。さあ、ということでここまでは鳥取市さんから、ひろおかさん、そして原さんに毎回ご登場いただいてますが、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ラディオバード、スペシャルプログラム、ガイナレイ・トトリ、ホームゲームラディオ。Radio Bird Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio. さあ、時刻は12時を回りました。レディオバードスペシャルプログラム、ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオオングリーンスクエア。レディオバードを飛び出しまして、鳥取市倉田のトリゲンバードスタジアムバックスタンド裏スペースにありますグリーンスクエア特設スタジオから、この後午後1時までの公開生放送をお届けしております。さあ、ということで特設スタジオにはゲストの方をお招きいたしました。
ご紹介いたしましょう。ガイナール鳥取背番号17番ミッドフィルダーの鶴見俊隆さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ガイナール鳥取強化部スタッフの北吉さん、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。そして、このコーナーではおなじみですレディオバードのサッカーご意見番フリースポーツライターの石倉俊介さん、どうも。アラチもいないよ、ここにはいないよ。でもありがとう皆さん、はい、たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。ちなみにちょっと石倉さん、はい、暑い。そうですね、ちょっとね再開この後なんで、そうなんです、特にお子さん帽子かぶってない方本当に気をつけてくださいね。水分ちょっと多めに取りつつ日陰でも休んでいただきながら、はい、ここからの時間楽しんでいただきたいなと思いますが、はい、今回は選手の方も登場ということで鶴見選手、はい、こんにちは。こんにちは。暑そうですね。ちょっと今日はミスりましたね、格好。ポロシャツでければよかったです。俺も長袖ですからね。そうですよね。びっくりしました。いや、キタさんの格好が一番正しいんじゃないかという話はあります。リスクマネージング。さすがです。さすがですよね。さすがだ。もう強化部スタッフは違いますという感じもありますが、ここからは試合の情報などもお届けしていきたいと思いますので、じゃあまずはいつもの通り石倉さんから、はい、石倉選手って言いそうになりましたが、はい、石倉さんから、先発ですね。はい、行ってみますよ。小針、尾崎、なぎら、水本、奥山、種信、加藤、三尾、小出、岡野、隅田ということで、一番びっくりなのは戸川選手が初めてガイナーレ鳥取来てから初めて公式戦欠場ということで、はい、控えにも入っておりません、うん、北さん、これちょっと体調不良。はい、そうですね。あらら、まあ原因は一つなんですけど、まだリハビリ中の、福井が、あ、はい、リハビリにもかかわらず急性腸炎のようなものにかかりまして、お、はい、まあ、それを昨日の練習場のトイレで来たにもかかわらず、リバースを巻き散らし、そこに戸川が入ってしまったと、あ、という感じで、なるほど、もう戸川もちょっとね、はい、昨日の夜ぐらいから体調が良くなくなる、はい、グロッキー状態という感じなんですけど、ね、調子的にはどうなんですか。この後ちょっと響きそうなんですか。いや、本人と喋っても元気そうに喋っているので、まあ、昨日の晩ご飯を食べれてないので、あ、なるほど、本人は今日の試合でベストを出せないという理由で、うん、まあ、いい選手を使ってくれっていうので、残念がってました。そうですよね、はい。そして、石倉さん、はい、相手チーム横浜市行きましょうか、はいはい、まあ、鳥取的に言うとシュナイダー選手ね、先発ですね、はいはい、で皆さん、まあ、一番楽しみかなと思われるカズさんは控えです、はいはい、去年は出なかったから今年は出てほしいと皆さんは思っていると思います、はい、でも勝つのは鳥取だと言ってきましょう。いや、ありがとうございます、はい、もうのっけから勝利宣言が出ておりますが、すいません、もう僕が頑張るわけじゃないんですけどね。頑張ってもらうのは選手なんです。そうです、ちなみに北さん、はい、調子、チームの調子的には今どんな感じですか。は、いいですよ、雰囲気よく、まあ、前節は負けましたけども、切り替えてすごくいい雰囲気で、まあ、やってます。はい、鶴見さん、はい、選手間同士でなんかこう話みたいな感じでは雰囲気はどんな感じなんでしょうか。いや、まあ、そうですね、この前はアウェーで負けてしまったんですけど、うん、まあ、それまでも勝ってたので、うん、まあ、またその気持ちを思い出して、まあ、今週1週間いい準備ができたと思うんで、はい、まあ、今日はしっかりみんながやってくれると思います。はい、ガイナーレ鳥取はホームでの3連勝か。そうなんですよね、かかってますよね、はい、まあ、去年ホームで3つしかかかってないのでもう3つかかってますからね。まだ今日初めて暑いかっていうぐらい5月だというの。そうですよね、はい、まあ、でもホームで勝つのってすごくね、やっぱ大事ですからね。そうですよね、別に3連勝と言わず、うん、このまま連勝回答を突っ走っていただければいいかなという感じもあります、はい、まあ、でもガイナマンが登場してから非常に調子がいいんじゃないかと思います。ガイナマン2連勝ですからね、うん、一番持ってるのはあいつです。じゃあ選手として出てもらいましょうかみたいなところ、ね、本当に嬉しいぐらい持ってますね。鶴見さん、はい、今週はどういう感じで練習がずっと行われてたんですか。まあ、今まで通り、うん、ゲーム形式だとか、はい、まあ、そういうのが多かったんですけど、まあ、みんなサブ組も含めてみんな意識が高くて、うん、まあ、チームとして本当にいい雰囲気で練習できたと思います、うんうん、横浜戦に向けてみたいなことで何かこう特化してみたいなものがあったりしたんですか。いや、特にはなく、まあ、特にもう通常通りの練習を積み上げていく感じ、はい、そうですね、うん、まあ、自分たちのやりたいことをしっかり出そうということで、うんうん、まあ、徳島戦できなかったことをしっかり取り組んでというか、まあ、そういう風な取り組みで、うん、
ちなみにあの徳島戦でちょっとここがウィークだったかなっていうポイントっていうのはどのあたりが上がってたりしたんですか？そうですね、まあ前から行こうとしてたんですけど、はい、まあ、なかなかこう行くタイミングを見つけられなかったり、うん、まあ、1人行ってても2人目行けてないとか、そういうのがちょっと全員の意思疎通ができてなかったりして、全部がなんか中途半端な感じになっちゃったんで、うん、まあ、そういう部分をもう一回しっかり前から行くっていうのを思い出して今週は練習したと思います。はい、北さん補足はありますか？補足ないです。大丈夫ですよ。はい、あ、まあ、強いて言うなら、普段、ね、あれやな、ミーティングでもあの相手側のスカウティングとかしながらしたんですけど、はい、もう一度自分たちのサッカーをしようということで、今回は研究なしで自分たちのスタイルで、横浜にぶつかるっていう感じでやったぐらいですね。うん、石倉さんから見てて、はいはい、前節っていうのはどういう感じだったんですか？それまで勝ってた時っていう栃木戦からこうずっといい流れで来てましたけど、はい、それはまあ非常に押された中で、まあ、なんとか我慢をして、少ないチャンスをものにしたっていう勝ち方ですよね。うん、で徳島戦は、立ち上がりすごくボールを持ってこう相手の陣内うまく入れてたんですよね。相手も調子良くなかったですから、はい、うん、ただそこでやっぱりなかなか思い切ってこういい形でシュートに行けなかった、うん、鶴見選手なんかミドルシュートとかね、ありましたけど、うん、そうですよね、ああいう形でもう少し思い切って早めの段階から打っててもよかったかなっていう気はします。で、まあ、そうするうちにちょっと徳島が落ち着いてきてしまって、うん、まあ、ちょっとラッキーな感じで向こうにしてみれば点が入ってしまって苦しくなったという感じですから、うん、まあ、今日ちょっとねこれだけ非常に天気が良くてですね、はい、かなりまあ暑くなりそうですし、うん、まあ、前半からね、積極的に戦ってできればリードして後半に行きたいなって感じはしますよね。そうですよね、はい、ここまでちょっと見ていた中でこう後半の入りがやっぱりちょっと立ち上がりが悪いんじゃないかっていう話も結構出てたかと思うんですけど、はいはいはい、そのあたりが改善されてきたポイントっていうのは何かあるんですかね？その辺でももうメンタルですかね、アピールってね、まあ、メンタル、もういや本当ね、まあ後半またやられるかもって思っちゃうと僕らもやられるかもって思いながら見てますから、ドキドキ、ね、する場面もいろいろあったか、最初確かに本当に、まあ、本当そこはやっぱ集中力の問題ってとかあると思うので、うん、はい、だからその辺が改善できて、まあ、チーム全体が今自信をつかんでるって状況ですから、はい、そういう意味ではこう2連勝してるホームに戻ってきて、まあ、今日これだけおそらくまあ今季一番入るっていう、そうですよね、まあ、ね、ものすごい人ですからね。そうなんですよ、はい、本当にね、駐車場もたくさん来ているということで、はい、まあ、そういう中で本当にいい試合をすると、でも勝つということですよね。そうね、はい、石倉さんのラジオの慣れ具合がもうびっくりしました。もうなんかもう1年もやってるとね、そう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 なんですよ、はい、もう私より喋るんじゃないかっていう感じもありますから、ね、子供の頃からよく言われてました。お前はよく喋る。そうそう、石倉さんちなみにあれですよね、はい、こうレディオバードがここにいないときは司会やられてるんですよね。そうなんですよ。前回富山戦の時なんか僕司会ですよ。そうそう、皆さんが鳥取砂丘言ってると思う。そうそうそう、ね、北さん、北さん、はい、石倉さんの司会プリどうでした？いや素晴らしいです。僕はもう何も喋れません。これですよ、もうでサポーターの方から質問ね募集してってね、はい、試合のサポーターにさしたら拒否したで無理やり子供に言わせたっていうのもね。じゃあちょっと今日も皆さんからの質問もちょっと受け付けてみようかななんて思ったりもしますが、スタッフの方は動けますか？はい、じゃあちょっとマイクを持ってスタンバイする間に鶴見選手的に今日は試合の見どころどういったところになりそうですか？はい、そうですね、やっぱりレジェンド対キングということで、おー、なるほど、はい、いやーもうね、すごいですね、いい熱い戦いが見れると思います。はい、北さん的に見たらどうですか？どうですかね。まあまあ母さんが出てくれたらいいですけど、ええ、まあ、母さん出てくるのね、正直横浜は勝ってないと出てこないんですよ。あ、なのでその状況やっぱ作りたくないので、そうですよね、うん、まあね、アップで楽しんでもらえたらいいんじゃないですかね。ですよね、はい、なるべくなら出てきていただきたくないと。まあそうですよ、そうですよね、はい、はい、では、北さん、それから鶴見選手、もしくは石倉さんに質問があるという方、選手いるんだよ、挙手、質問どうぞ。これ、ね、本当にね、前回も困ったんですよね。もう本当に皆さん誰か空気を投げてくださいって、恥ずかしい、あ、いらっしゃいます、いらっしゃい、後ろです、 ありがとうございます、本当にさすが55番、はい、ではお名前からお願いします。前田さん、はい、はい、
あの石倉さんに質問なんですけど、いや本当鶴見さんの質問、いやいや大丈夫です、どうぞ、はい、全然、あの試合のたびに調子が良かったり、はい、調子が悪かったり今してると思う、チーム全体で、はい、僕たち素人から見ると一体原因がなんであんなになるのかなって言われると分からないんですけど、はい、そこら辺をちょっとちゃんと解説していただければ、ちゃんと石倉さん、ちゃんと解説です。あのまずですね、まあ、僕もチーム作りをね外から見てますけど、安定した力出せないっていうところはやっぱりそこがチームの実力だっていうところがまず第一点があると思います、はい、いい時はいい、悪い時は悪いっていう状態だとやっぱりなかなか成績も上がっていかないと。ですから去年も最初のシーズン最初の頃はね調子良かったですけど、一回崩れてからがなかなかうまくいかなくなったっていうところがあるので、そこが本当の力っていうのもあると思いますし、まあ、あとはやっぱりどうですか、ちょっと北さん聞きますけど若い選手とかでやっぱりどうしてもパフォーマンスが安定しないっていうのはあるんですか？まあそうですね、まあ、ここでもいろいろ何回も喋ってますけど、まあ、先も出ましたけど、まあ、メンタルだったり、まあね、試合出てる選手の自信というものをもっと、まあ、出してもらえたら一番いいんですけど、一回ダメだと次もうダメみたいな、一回ダメでも次もう一回やるっていうチャレンジの、ね、気持ちを持ってやってもらったらもっともっと上がっていくとは思うんですけど、はい、難しいですよね。難しいでしょうね、まあ、だから本当にね、北さんとかディフェンダーですからやられる時もありますけど、まあ、一晩飲んで忘れると、まあ、間違いないですね、まあ、まあ忘れちゃダメなんですけど、そこでだからね、はい、反省しなきゃいけないですけど、次に引きずってたらまさにそういうことになるわけで、そのあたりがやっぱりまだまだ成長途上のチームですから。でもなんかみんな皆さんそういう鳥取が好きなんですよね、うん、ね、ですよね。鶴見さんはどうですか、プレーしててやっぱりへこむとちょっとやっぱりあーみたいなところありますか？いやーどうですかね、でもあんまり僕性格上あんまりこう引きずらないというか、あでもなんか逆に今それが、うん、こう本質を見つめられてねえんじゃないかと思って、あ悩んでるってわけじゃないですけど、まあ、出てない選手たちが、うん、多分もっとこうチャンス与えられた時に活躍していけば、うんうんうん、こう自然と上向きになっていくと思うん で、ね、うんうん、僕らは本当ここからどれだけ成長できるかというか、うん、にかかってきてると思うんで、やっぱり出てない選手がもっともっと引っ張っていけるようなチームにしていきたいです、うん、北さん選手の方はそうおっしゃられてますが、はい、いやもうその気持ちをもっとグラウンドに出してもらえたらね、うん、一番いいとは思います。はい、はい、石倉さん総括お願いします。いや本当に決してね選手層が選手数もねそんなに多いチームじゃないですけど、うん、まあ、今逆にねベンチ吉野選手、キム・ソーミン選手怪我で戻ってきましたけど、はい、で逆にここで今ベンチ入れられない選手もそこでダメになってしまうと、うん、どんどんやっぱチームってのは弱くなってしまうから、それだけ巻き返すだけの力が必要だと思うし、逆に本当に試合ごとに誰が出ても安定した状態でやれるっていうのがチームだと思うんですよね、はい、うん、だから今日なんかは今戸川選手欠場して投げら選手と三本選手のね、センターバックですから、まあ、正直ね不安がないわけじゃないんですけど、彼らがねもうね別に戸川選手も帰ってきてもポジションないよっていうものを出さないとダメなんでね。そうですね、若干辛口挟み進みたいな感じになってますけど、はい、なので、はい、頑張ってほしいなって感じです。はい、はい、すいません大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございましたごめんなさい、ありがとうございます。はい、ということで鶴見選手、はい、ここからはですね鶴見選手のサイン会もここの今ステージ上で並行して行いたいと思いますので、鶴見選手にはちょっとそのご準備をいただきたいと思います。そして、このトークショーなんですが、トークショーはまだまだ続きますので、こちらの方と合わせて楽しんで、サイン会の横でトークショーする、そうですよ、すごいことですね、はい、なんか前座というか中座というかよくわかりませんが、盛り上げ役です。はい、はいはい、ということでちょっとここで一旦曲を挟みたいと思います。はい、ラディオバードスペシャルプログラム、スペシャルプログラム、ガイドレイトトーリー、ホームゲームラディオ、ホームゲームラディオ、With Ustream and FM Radio。
Radio Bird Special Program. Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio.レディオバードスペシャルプログラムガイナーレ鳥取ホームゲームレディオオングリーンスクエアということで、この後午後1時までの公開生放送をお届け中です。さあ、そして、スタジオには鶴見選手が今サイン会場の方に行ってしまいましたので、まあ、真お隣ですが、はい、頑張ってサインをしていただいてますので、ここからは石倉さんと北さんと3人で、私と3人で、はい、お届けしていきたいと思います。ではちょっとあの今回の試合に特化したお話をいろいろとお伺いしていこうかなと思うんですけども、横浜 FC、まあ、横浜 FC さんもここまではちょっと調子が上がってきた感じがありますよね。そうなんですよ、今季初の3連勝中ですからね、うん、はい、まあね、監督早い段階で解任して山口監督に代わって、はい、ようやくいろいろチームが固まってきたんだろうかなっていうところですよね、うん。まあ、竹岡選手ってちょっと怪我して戻ってきたんで、はい、まあ、あの攻撃で非常に変化をつけられる選手なので、うん、まあ、ガイナレとしてはそこをどう抑えるかっていうのがポイントですね、はい。しかし熱いなこれあのね、あの隣であのサイン会をしている鶴見選手が汗だくなんですよね、はい、そして北さんもだんだん汗だくなってきたっていう感じ。やばいやばい、あでも今日本当ね、お子さんすごいいらっしゃってて。そうなんですよね。はい、ぜひぜひあのサポーターの皆さん、ちょっと今日は水分多めに取りながら、あの日陰などもね上手に利用していただきながらサッカー観戦楽しんでいただきたいのと思いますが、まあ、キックオフまでまだあと40分ぐらいありますのでね、はい、しっかりちょっと休めつつ水分取りつつで応援まで体力キープしていただきたいなと思うんですけども、横浜 FC、まあ調子が上がってきて、まあ、選手の入れ替えもありつつということなんですが、見どころ的には横浜 FC 攻撃を抑えようとするならばどういったことが必要なんでしょうか。俺か。あ、石倉さん、はい。今週ね、紅白戦でちょっとまあやってたのは、うん、相手のボランチ、相手が山口元弘さんってすごく名ボランチでね、現役時代活躍された選手で、はい、うん、その選手を、でそこがやっぱりこうキーポイントなんですね、横浜 FC としては、はい、なんでおそらくその八角選手と中里選手あたりが、うん、まあ鍵になってくるんで、そのあたりをどう抑えるかっていうところをやってたんですよ、うん。でまあフィールド上でマッチアップするとすれば、まあ、三尾選手とか真田選手あたりなので、はい、まあ、相当運動量が必要になりますから、うん、そのあたりがどこまで走り切れるか、あとはまあそのもちろん走り切るっていうだけじゃなくてね、選手交代もうまく使えるかっていうところなので、はい、まあ、吉野選手とか、うん、キム・ソンミ選手とかですね、うん、そういった選手が、いかにこう途中からうまく流れを変えて、自分たちのリズムを持ってくるかというところですね。自分たちのリズムで戦えてればやっぱりそもそも守備の負担が減りますから、うんうんうん、それは大きいと思います。はい、はい、北さん、はいはい、今日は非常に暑いんですけど、はい、このぐらいの気温だとピッチ内っていうのはやっぱりかなり暑いんですか。ですね、40度超えてるぐらいですよね、うん、はい、その中でやっぱり走り切らなきゃいけないということになるんですけども、はい、選手の皆さんのメンタル的にはやっぱ非常に厳しいものになりそうですよね。ですね、でもね、うん、暑さが好きな選手もいますし。あ、そうなんですね。暑い時の方が動けたりとか、うんうんうん、あとはまあランナーズハイじゃないですけど、まあね、麻痺ってね、うちの選手結構そのタイプが多いので、うんうん、いいんじゃないかとは思うんですよね、うん、はい、動き切ることでそのまま持続していける。そうですね、テンション上がればタイプの選手の方が多いと、はいはい、なるほどなるほど、まあ、とはいえこの暑さ本当ね、うん、UV ケアしました今日、はい、しましたしました。それはもうやらないとですよね。いい加減お肌の曲がり方、まあ、曲がりきてます。選手もでも本当に日焼けが苦手な選手もいますしねそうですね、確かに。でもまあ僕なんかもね、素人ですけど、寒いよりはなんか暖かい方がまだできるかなって感じがしましたけどね。いや、そうですよ、練習はね、暑いのしんどいですけど、試合はね、うん、暑くても大丈夫ですよ。夏場の方がやっぱり動きやすいんですか。動きやすいと思います。汗が出れば選手は動き出すと思うんで、うんうんうん、はい、うんうん、じゃあそのあたりを踏まえつつということは、前半戦からちょっと飛ばし気味に行った方がもしかしたらガイナーレ的には有利かもしれない。まあね、飛ばすに もちろんだから配分、後半走り切りまで配分してやるっていうのもね、うん、それで隙つかれたりっていう場合もあるんで、ええ、もちろん最初から飛ばすっていうか、最初からねしっかりきっちり 100% 力を出すというところで、
そういう意味で言うと今日例えばもう残り10分ぐらいになってこれしんどいなとか厳しいなって状況になっても、うん、これだけお客さんいますから走れますよ。あ、はい、じゃあもうサポーターの皆さんの声がやっぱりそうです、ね、今日は必要に。前回水戸戦でロスタイム入った時にちょっとこうスタジアムのボルテージが少し上がったですよね、うん、最後1点差に逃げ切ろうかっていう時、うんはい、あれちょっと僕鳥肌もんでしたね。そうですよね、すごくいい感じだったと思いますよ、うんはい、本当にサポーターの皆さんの応援がやっぱり選手の皆さんの背中を押すっていうのは間違いないですから、ね、間違いないですね、うん、このあたりは皆さんにぜひ頑張って今日は応援をしていただきたいなと、ねうんはい、思いますが、ではそろそろ石倉さん、終盤戦なんですが得点予想を言ってみたいと思って。AKB 総選挙の予想を言AKB は置いといて、小手春が巻き返すかと思ったんですけど、それじゃないですね。でちなみに誰推しなんですか。僕ゆきりん推しです。さあ、そんなことはどうでもいいんですけど、はい、これ多分皆さんそうだと思うんですけど、今まで全部勝ったの1点差なんですよ。そう、ね、そうなんですよ。だからどんなスコアであれやっぱちょっと2点差以上できっちり勝つ試合が見たいなっていうのが、なるほど、見たいなっていう、まあ、願望も含めての予想なんですけど、ただ一方でこう見てる方とすると多分皆さんそうだと思うんですけど、1点差のまま行った方がハラハラドキドキするじゃないですか、最後まで。そうなんですよ。でも勝った瞬間にやったじゃないですか、うんうん、なんでだからこう前半こう1点取り、はい、ゲームをコントロールしながらこう行って、終盤終了直前に1点取るって感じでどうですか。ものすごい理想的、安心してみたいですかね。安心できるよね。いや無理です。ああコントロールするとか無理です。ああしっかり走り切って、はい、もうそれしかないです。ああちなみにじゃあ北さんどのぐらい点取りましょう。いや僕はもういつも言ってる通り、うん、1対0が一番いいですけど。あなるほど、ですね、うん、まあうちはゼロで抑えてる時間はすごく集中できてると思うので、まあ、1点食らうとねちょっとバタ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 のが、まあ、まだまだある傾向が出てるので、まずはゼロ。わかりました、ねはい、さあということで今日の試合ぜひとも皆さんには頑張って応援していただいて、暑さにも負けずに応援をよろしくお願いしたいと思います。本当に皆さん今日は航空祭じゃ航空祭じゃなくて本当こっち来ていただいて本当にありがとうございます。はい、はい、ということで、はい、ここまでの時間は、ガイナーレ鳥取強化部スタッフの北泰さん、そしてフリーライターの石倉俊英さんと一緒にお届けしました。お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも本当に助かった。ラディオバードスペシャルプログラム、スペシャルプログラムガイナーレ鳥取ホームゲームラディオ。
Radio Bird Special Program. Special Program. Gainaray to Tori. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.レディオバードスペシャルプログラムガイナーレ鳥取ホームゲームレディオングリーンスクエアということで、今日はこの後午後1時までの公開生放送をお届け中です。さあ、そして特設スタジオの方には琴浦町の江原副町長さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、琴浦町さん、今日はホームタウンデーということで、はい、いろんなイベントが展開されているわけなんですが、はい、今回はどんなことをご紹介にいらっしゃったんですか？そうですね、今ここにもブースを、琴浦町のブース出させてもらってますけれども、はい、琴浦町のグルメストリートということで頑張ってますので、今日はその中でもスイーツを、リンツというお店とですね、タケタケというお店、とても美味しいスイーツを出させていただいております。はい、琴浦町さんのスイーツ、いろいろと有名なものがたくさんあったりするんですけれども、はい、今日は特にどんなものが来てるんですか？今日はですね、果汁をそのまま凍らせたアイスですとかですね、はい、美味しそう、琴浦町の大仙乳業の美味しいミルクを使ったシュークリームとか、うん、そういうのが来ています。はい、まあアイスもこれだけの厚さですからね、飛ぶように売れてるんじゃないかと、ね、はい、思ったりもするんですけど、シュークリームもね結構有名ですよね、はい、そうですね、うん、その他にまあ、バードスタジアムではすっかり有名になりましたけど、はい、アゴカツカレーバーガーですね、はい、これも琴浦ならではのグルメですので、うん、本当に今たくさん長い列ができてますけど、そうそう、はい、ね、召し上がっていただきたいなというふうに思ってます、はい、そう考えると琴浦町もう美味しいものが本当にたくさんあるんですね。そうですね、うん、ハーフタイムでもですね、美味しいものをどんどんプレゼントしようと思ってます。わかりました。じゃあスタジアム内に入られた方はハーフタイムもちょっと楽しみになります ね期待していただきたいと思います。はい、こちらの方も皆さんぜひお楽しみいただきたいと思います。ガイナバスターでねプレゼント玉が打ち込まれるということになっておりますので、このあたりもチェックしていただきたいと思いますが、では琴浦町アピールポイント、江原副町長の方からお願いしたいと思います。そうですね、今言いましたように琴浦町に来ていただきますとですね、おかずカレーの他に牛骨ラーメンですとかですね、はい、それから笠木漁港の取れたての海鮮丼、はい、いろんな美味しいものを食べていただけますし、今の季節ですとそうですね、船上山ですとか大仙滝、うん、本当に自然がいい季節ですよね。なるほど、ぜひ足を運んでいただきたいなと思ってます。はい、ということでエプラ副長はこの後スタジアム内での、あ、そうですね、はい、ちょっと皆さんにご挨拶が、一緒に応援をさせていただきたいと思います。はい、あるということで、ぜひガイナーレの応援もしつつ、しっかり琴浦町アピールを、はい、よろしくお願いしたいと思います。琴浦町のブースは、このバックスタンド裏の奥の方になるんですね。はい、一番奥の方になりますので、ぜひ皆さん入り口にいらっしゃる方もね、ズズズズズズと奥まで入っていただいて、このスタジアがありますグリーンスクエア通り越していただきまして、琴浦町のブースの方に遊びに行っていただきたいと思います。美味しいアイスクリーム、それからシュークリームなどなど、スイーツなどなどありますのでね、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、ということでここまでの時間は江原副町長にご登場いただきました。江原副町長、ではこの後スタジアム内でご挨拶を頑張ってきていただきたいと思います。はい、頑張ります。みんなで応援しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。Radio Bird Special Program. Special Program. Gainaray Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio.
Radio Bird Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio. さあ時刻は12時37分を回りました。そろそろこのバックスタンド裏スペースにいらっしゃいます皆さんもスタジアムの中に入ろうかという感じでしょうか。ここでですねパーキングフォーメーション新しい情報入ってきております。ご案内いたします。グッドヒルの駐車場が2割それから日立の駐車場が満車となっております。現在日立金属の駐車場は満車となりました。トリゲンバードスタジアムの周辺の臨時駐車場ですがグッドヒルが2割日立が満車倉田が5割ということになっておりますので、現在鳥取駅周辺にいらっしゃる方で車に乗っていらっしゃる方は、鳥取駅周辺に11カ所あります定型駐車場こちらをご利用いただきまして鳥取駅南口初のシャトルバスでトリギンバードスタジアムの方までお越しいただきたいと思います。今ならまだまだね全然時間間に合いますので、こちらのシャトルバスご利用になった方がもしかすると早いかもしれませんので11カ所の定型駐車場をご利用いただきたいと思います。さあそしてですねでは11カ所駐車場ご案内した方がいいのかな。はいではご案内していきましょう。まずですね駅周辺なんですが、鳥取市本町の鳥取県産業会館鳥取商工会議所ビルの駐車場それから鳥取市今町ホテルニューオータニ横にあります鳥取駅前駐車場鳥取市境町の本通りパーキングと鳥取市弥生町のパレット鳥取それから鳥取市境町のワクワクパーキング鳥取市末広温泉町の日光パーキングこちらは1回のみです。さらに鳥取市永楽温泉町シティパーク永楽温泉町それから鳥取市富安の日の丸産業駅南パーキング第1第2鳥取市幸町の市営幸町駐車場鳥取市今町の大光パーキング最後11カ所目が鳥取市東本寺町ワシントンホテル横の鳥取駅前駐車場となっております。こちらの定型駐車場ご利用の方、ガイナール鳥取のホームゲーム観戦の方は6時間駐車料金が無料となりますチケットこちらはですねトリギンバードスタジアムの方でお渡ししております。6時間駐車料金が無料となりますチケットをトリギンバードスタジアムでお渡ししています。お車を止められました定型駐車場のパーキングチケットをスタジアムのバックスタンド裏にあります総合案内所こちらまでお持ちになって皆さんには無料チケットをお受け取りいただきたいと思います。なおですねこちらの定型駐車場11カ所なんですが上りが立っております。ガイナマンがプリントされた上りが定型駐車場には立ってますのでそちらの上りを目印に、鳥取駅周辺の定型駐車場をご利用いただきたいと思います。鳥取駅発、南口発のシャトルバスなんですが随時運行しておりますのでまだ今ならシャトルバス間に合います。試合開始までに間に合いますのでぜひねこちらのシャトルバスをご利用いただきたいと思います。鳥取マートスタジアムの周辺の定型駐車場は現在日立金属の駐車場が満車となっておりますのでご注意いただきたいと思います。さあガイナール鳥取ホームゲームレディオングリーンスクエアこの後午後1時までの公開生放送はまだまだ続きます。ラディオバードスペシャルプログラムガイナレイトトリホームゲームレディオ With Ustream and FM Radio。
Radio Bird Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.ガイナーレ鳥取監督のユーザーです。さて、いよいよこの後現在14位の横浜 FC 戦となりますが、まずどんな戦いになりそうでしょうか。そうですね、やっぱりどのゲームもそうなんですけど、やっぱり厳しい難しい試合にはなると思います。はい、この戦いに向けてチーム全体で強化したところはありますか。まあ、全体というか我々の今の課題はやっぱり攻撃のところはボールを動かすというところと、まあ、守備については高い位置でできるだけやっぱボールを奪うというのが、まあ、我々のやりたい戦い方のイメージなので、やっぱその辺はしっかりと準備して戦いたいと思います。では最後にサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、本当にいつもサポーターには足を運んでいただいて感謝しております。また、今日の試合も非常に厳しい難しい試合になると思いますが、最後まで声援よろしくお願いいたします。FM 鳥取をお聞きの皆さん、こんにちは。ガイナーレ鳥取、背番号14番、吉野智之です。では吉野さん、いよいよこの後、現在14位となる横浜 FC との戦いになりますが、まずはどんな戦いになりそうでしょうか。そうですね、横浜 FC さんも非常に連勝中で調子がいいと思いますので、非常に厳しい戦いになると思います。ではこの戦いに向けて強化をしてきたところはどんなところでしょうか。そうですね、前節はビルドアップもだいぶ改善されてたんで、それよりさらに1個前のところの攻撃の部分を強化してきました。では自分のプレーでここを見てほしいというポイントはどんなところでしょう。そうですね、僕はためを作ったりパスで、ゲームをコントロールするところが長所だと思ってますんで、まあ、そういうところを見てほしいかなと思います。ではこの試合に向けて意気込みをお願いします。はい、ホームなんで絶対に勝ち点3を奪う気持ちで戦っていきたいと思います。最後にサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。そうですね、勝利のためにはサポーターの皆さんの応援はね絶対必須なんで、僕らと一緒に戦ってほしいと思います。ラディオバードスペシャルプログラムガイナレイトトーリーホームゲームラディオ With Ustream and FM Radio。
Radio Bird Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.レディオバードをお聞きの皆さんこんにちは、ガイナーレ鳥取背番号8番の三尾篤です。さて三尾さん、いよいよこの後現在14位の横浜 FC との戦いになりますが、まずはどんな戦いになりそうでしょうか。そうですね、順位的に近いのもありますし、やっぱりホームなんで、ガイナーレとして絶対に戦い、負けられない戦いになるんじゃないかなと思います。この戦いに向けて強化をしてきたところはどんなところでしょうか。ホームでは勝ててる試合あるんですけど、アウェーでなかなか、勝てなかったりとかしてるところもあるんで、もちろん、戦術的にはもともと今までやってきたことの継続っていうのも含めてですけど、意識の部分での、改革というかね、もう一度っていう部分が今週に関して多かったのかなと思います。強い気持ちで向かうというところですかね。そうですね、気持ちの面もそうですし、各個人が受け止めて何をできるのかっていうのをもう一度再確認したところかなと思います。では自分のプレーでここを見てほしいというポイントはありますか。そうですね、今はどちらかというと真ん中に入ってプレーする機会が増えたんで、やっぱりゲームをコントロールしなきゃいけない部分もそうですし、あとやっぱりその前で関わりたいというのは一つそうですけど、それ以外にもやっぱりそのハードワークであったりとか、強い気持ちを見せれればいいなと思います。では意気込みをお願いします。そうですね、相手云々というよりはまず目の前の相手にしっかり勝たなきゃいけないと思いますし、そのためにも自分たちがこうやってきたこと、やれることっていうのを 120% いらないんで 100% しっかり出すことが一番大事だと思うんで、一つになって戦いたいと思います。最後にサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。いつも応援ありがとうございます。ホームなんでね、ぜひ一緒に戦ってもらって、勝つことで皆さんと一緒に喜びを分かち合えればいいと思いますので、一緒に戦ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。FM 鳥取をお聞きの皆さんこんにちは、ガイナーレ鳥取背番号7番の小出翔太です。さていよいよこの後現在14位の横浜 FC 戦となりますが、まずどんな戦いになりそうでしょうか。そうですね、ホームなんですけど、相手も3連勝と調子いいんで、厳しい戦いになると思います。はい、この戦いに向けて強化をしたところなどはありますか。そうですね、毎試合毎試合もその強化というか、毎日練習で高めていることなんですけど、守備力の向上と、点を取るというところは毎週練習から取り組んでます。では自分のプレーでここを見てほしいというところはありますか。いい形でそのボールを奪いに行こうとするところと、あとその奪った後にその攻撃で、シュート打ったりパスしたりとか、得点に絡みに行くんで、そういうところを見てほしいです。では意気込みお願いします。絶対にホームなんで勝とうと思うので、一緒に戦ってください。頑張ります。FM 鳥取をお聞きの皆さんこんにちは、ガイナーレ鳥取背番号19番の隅田隆彦です。さて隅田さん、いよいよこの後現在14位の横浜 FC 戦となりますが、まずどんな戦いになりそうでしょうか。そうですね、やっぱヒュンメルのスペシャルマッチということで、同じヒュンメル使うチームとして、絶対負けられないですし、絶対勝ちたいと思います。このヒュンメルの戦いに向けて強化したところはありますか。この前に比べたらやっぱ守備っていうところをすごく強化しました。はい、自分のプレーでここを見てほしいというポイントはどんなところでしょう。どんどん裏に抜けていってスピードで相手のディフェンスラインをかき回したいと思います。はい、意気込みお願いします。次ホームですし、そのスペシャルマッチということで、絶対に自分がチームのために犠牲になってでも勝てるように頑張ります。では最後にサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。今日は絶対に勝つので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ということで久田監督、吉野選手、三尾選手、小出選手、隅田選手にコメントをいただきました。もう間もなくあと8分後にいよいよ
横浜 FC 戦キックオフということになるわけなんですが、まあね、先ほどあの北さんと石倉さんの話にもありましたが、レジェンド対キングということがあるんですけども、三浦選手は勝ってるパターンで出てくるということで、ちょっと三浦選手には我慢していただいて、ここはねガイナルド取りにぜひとも先制していただいて、まずは三浦選手を出さないように試合を進めていただくのが一番かななんて思ったりもするんですが、まあとはいえ今日本当に非常に暑い一日となりそうですので、サポーターの皆さん、これからねいらっしゃる方も多いと思いますが、あのぜひ日陰など上手に利用しながら、あとあの水分補給ね忘れずにされて、そして帽子、それからタオルなどで日よけをねちょっと作りながら、熱中症対策もしっかりしつつ今日のゲームを楽しんでいただきたいと思います。あの元気にねやっぱり応援していただこうと思うと、そのあたりのねあの自分のケアもしっかりしていただかないと、ガイナルト鳥を応援するにも当たりませんからね、ぜひその辺は気をつけていただきつつ、皆さんにはあのぜひ楽しく、今日の試合をご観戦いただきたいなと思います。そして、そう言っている間にどんどんと時間がキックオフに迫ってきておりますが、私たちともそろそろお別れの時間が近づいてきておりますが、2人入りますか、浦田奈と山下奈、山下奈来ましょうか。じゃあはい、どうぞ。残り1分半です。呼ばれましたので、呼ばれましたので登場していただきました。暑いね、ちょっと帽子かぶっててすいません。大丈夫です、はい、あの現在このグリーンスクエアの気温が 43.7 度。そうですね、ちょっと繰り返しがあるのでね、きっとピッチの、そうそうそう、多分同じぐらいだと、ね、かなと思います。でもあの、ね、スタジアムの中に入ってちょっと風はあるものの、この辺の暑さはほとんど変わらないと思いますので、本当ですね、うん、応援してると暑くなりますしね、はい、あのそのあたりも含めて皆さんにはぜひ気をつけていただきつつ、しっかり応援を、はい、応援していただきたいと思います。さあこの後午後1時からキックオフとなります横浜 FC 戦なんですが、現在鳥取駅周辺にいらっしゃる方は11カ所あります鳥取駅周辺の定型駐車場、こちらをご利用になっていただきました鳥取駅南口初のシャトルバスで、こちらの鳥銀バートスタジアムまでお越しください、はい、そしてもうすでに会場内にいらっしゃる方、スタジアム内にいらっしゃる方はこの後しっかりガイナル鳥取を後押しして、はい、いただきたいと思います。さあそれでは私たちとはそろそろお別れの時間です。また次回の公開生放送でお会いしましょう。さよなら、さよなら。